さあ皆さんこんにちは、デーボコボです。今日は俺ね、絶対この男はね、俺お坊ちゃんだと思ってたの最初から。こんないい子いないんだよなって、こんないいやつっていないんだよなみたいな。一茂さんもなんかもうなんか悪いバカだけどいい人だなみたいな人だけど、リン君リン君っつって、俺もう本当に大好きな後輩で、林投手、ありがとうございます。よろしくお願いします。やっぱりさ、君お金持ちだったんだよ。いや全然持ってない、全然持ってないですよ。もう俺最近っていうか、この5年ぐらいで野球やめて知ったけど、君とか教習所やってんじゃない。教習所やってます。普通金なきゃ教習所はできないぞ。そうですね、まあ、ただまあ子供の頃からまあ身近に教習所があって、うん、逆に言うとこう、まあ、父親がまあそこで、まあ、働いてて、うん、やっぱずっと小さい時、逆にここをやるんだよって言われてたんですよ。お前がここをやるんだぞと。でもやっぱり逆に言うと、その自分がずっと野球小さい時からやってて、うん、夢がずっとプロ野球選手で、うん、ずっとやってる中でのやっぱ言われてること、うん、っていうのが結構僕の中で入ってこなくて、ああここをやるんだぞが。そうです。逆に言うと、もう絶対やらない、プロ野球選手絶対なるんだっていうのが、うん、逆になんかこう、まあ今結果野球終わって、うん、まあありがたいっていう気持ちありますけど、うん、当時はもうずっともう教習所やらない、野球選手で絶対稼いでっていう夢があったので、うん、一番最初君オープニングでお父さんがそこで働いててっていうけど、はい、そこを経営してたわけでしょ。そうそうそう、はい、なんかちょっとニュアンスが違う。まあまあそうですね。教会やってたじゃないでしょ。そうですね、経営ですね。はい、お父さんが初代なわけ。そうですね、まあ同族というか、うん、3,4 系で、まあ、まあスタートし、今もそうですけど、うん、まあどちらかといったらその父親の母方が、うん、要はその、まあ、地主、うん、で教習所を、まあ、貸すっていう形からスタートしてて。え、千葉だっけ。千葉、はい、千葉県何市なの。船橋市っていうところ。でかいとこに土地持ってたな、君んとこは。そうですね、今も感謝ですけどね、そういういろいろ分かると、分かるとやっぱり感謝ですけど、ご先祖様に本当に感謝だよな。いや、そういつも思う、はい、地主の人たちはご先祖に感謝しかないっていう、はい、もうまあそこはもう自分の力でもないですし、でもそれが運気なのよ。そうですね、でもやっぱ途中でもしかしたらなくなっちゃったかも分かんないわけ、売っちゃったとかさ、まあ今特にこの教習所業界は毎年全国で10カ所ずつぐらいはやっぱり潰れて、うん、あやっぱり過疎化の影響とかである中で、あ取り込めんだ、はい、だからまあそういう船橋はやっぱりまだ人口が増えてる今年なんで、ありがたいです。だピッチングもやっぱ真ん中平気で放れたよな、ね、そういうことじゃない。あそう、船橋増えてんだ。船橋増えてるんですよ。大人になってバイクの免許を、うん、はい、中免等型取ろうと思って、はい、取り行って練馬の教習所行ってたの。お、そう、今はさ、昔は教習所ってみんなお金だよ先生なんて言ったけど、今めちゃくちゃ優しくない？もう今もう真逆ですね。もういかにこう優しく理解してもらって、うん、楽しく卒業してもらうかっていうことを、うん、やっぱり僕の中でもモットーにしてますし、最後お客さんにアンケートうん、書いてもらうんですけど、うん、やっぱりそのアンケートっていうのを見ながら活かして、うん、じゃあ今後やっぱりこういう風にしないとお客さんは満足してくれないよねとかっていうのは常に考えてますね。なるほどね。俺ね、まだ現役辞めてそんな何年も経ってなかったから、うん、そこの教習所の横にバッティングセンターがあるわけだから、デブさんバッティング練習 見せてくれないかっつうから、うん、いいですよっつって、はい、でこう見せる、はい、そうすると僕に何かお返しはないんですかと。だまあまあまあ、なんだっけ、波状路だっけ、バターンバターンバターンをとかを、じゃここ苦手ならここ練習してていいですよは何かやらせてバッティング練習のお返し。でもね、みんなでサービスよかった、そこの教習所も。そうですね、今はもうほとんどやっぱりまあその SNS で、うん、逆に言うと生徒さんが、うん、今車の免許取りに行ってますってやっぱり紹介してもらったりっていうのもあって、うんうん、やっぱりこう評価評判が悪いところにはやっぱり行かなくなったりもしますから。で特に船橋市の中で5カ所教習所があるんで、まあある意味こうお客様の取り合いみたいな激戦区なんで、やっぱりそういうところではやっぱりそのお客様の評判もそうですし、あとはまあもう40もう50年目ぐらいになるんですよ教習所が。え、なんていう教習所なの。船橋中央自動車学校っていうところなんですけど、分かりやすいよな、なんか中央病院みたいな。ただ船橋にがつくのが、うん、3校ぐらいあるんで、結構みんな間違えて電話来たりする。なるほどね。そうです。それがちょっと、あ、やっぱりこうまだ認識されてないなって思うところではあります。船橋中央。そうです。
自動車教習所、もうぜひちょっと覚えて。そうそう、あれもちろん中免も大型も取れるでしょ。取れます取れます、はい。車は大型の免許も取れるの。これ実はあのその隣に鎌ヶ谷市ってあるんですよ。鎌ヶ谷、あっちの方なの。日本ハムの鎌ヶ谷の方。あ、そうです、もう姉妹校なんですよ。あ、持ってんの。はい、俺仲良くしよう、リン君。いや、そうそう。そこもあんの。あります、はい。そこは大型とか中型とか、うん、そういう職業免許もやってるので、うん、あれは牽引はやってます。取り行こうかな俺。いや、もうぜひ。鎌ヶ谷ちょっと遠いな。でも今それこそ、まあこれ言っていいか分かんないですけど、うん、自分が引退してやっぱりファイターズの選手、うん、にそのまあ恩返しじゃないですけど、でいろいろ話して、うん、でファイターズの今若い選手がシーズンオフにとかっていうのもやっぱり、うん、短期集中型で。そうです、はい。あれ高校の時取れない子も結構いるみたいだもんね。今結構高校から取るのいないんですよ。ですぐドラフトかかっちゃうじゃないですか。あ、そうだ、まあ、1月から新人合同実習が始まってっていうので、で結局寮出る時とか、うん、あの車の許可が出てから免許ねっていう形になって、うちでじゃあぜひっていうところで、まあようやくこう毎年毎年っていうところで、まあ選手っていうの気持ち分かってますか、スケジュールとか。そりゃそうだ。そういうところでまあいろいろできる。リンクはやっぱ人がいいからな。いや、嫌なやつじゃ行かないもん、いくらなんて。いや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 、俺なんかやったら誰も来ないよ。いや、ドア開けますって言って閉められちゃう。俺なんかやったらリンク人が人当たりいいの。いやいや、でもやっぱ一番はやっぱそのやっぱ評判というか、そのまあやっぱりその指導員の方も資格を取って。そう、あれどうやって先生になるの。いや、まずそのまあ教習所に入って、うん、あの事前教養というか、うん、まずうちの場合はその送迎バスをやって、うん、やりながらその技術、うん、運転の技術をまず学ばせて、その後にやっぱり学科、うん、あの学科っていうところで、まあ、先輩の指導員からその時間を教わって、うん、1年間で4回あるんですよ、うん、で4回のうち6項目を全部取らないと資格取れないですよ、指導になれないんですよ。それはリン君のとこのルールがあるわけ。あ、じゃなくて全部です。もう決まってるんです。決まってるんです。だからすごくこう、まあ、ハードルが高いというか、うん、やっぱりそういう資格をやっぱり取らなきゃいけない、大変だっていうところで、うん、今現状としてはなかなかトライしてくれる人っていうのは、うん、多くはないんですけど、だからこそ逆に言うと指導員の方っていうのは僕はすごくリスペクトしてる、まあ、ある意味プロ野球と一緒なんで常にリスペクトしながら、うん、まあもちろんそのお客様といざこざがあればそれは注意、うん、ね、もちろんしますけど、指導方法とかそういうことに僕は絶対口出しちゃいけないなっていうのは、うん、なるほど、やっぱりこう野球も一緒じゃないですか。そこまで言ったらお前やれよみたいになっちゃう。そう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 、お前俺のやり方あんだよみたいな。そうそう、だから僕もやっぱり、まあ、評判というか、うん、そういうのはやっぱりその指導員さんのやっぱ教え方の技術のおかげだと思いますし、なるほど、ね、そういう姿見ると一、うん、人のお客様に対してきちっとやっぱり思い入れある愛情がある、うん、っていうのがあるので、まあ、僕自身はその他の教習所の経営者の方よりも全然経験も知識もないですけど、うん、まあ、よく教習所の話された時に、うん、いや、うちの指導員の人は実力もあるし、うん、一人一人思い入れというか、うん、もうきちっと持ってるっていうのは僕は結構そこはやっぱ常に自信持って言えるところです。あれ難しいところだもんな。もちろん受からせてあげたい。そうそうそう、で落ちるってことは教えてる人が悪いわけじゃん。そうです、ね、お前がちゃんと教えれば受かってんだよみたいなところもあったし。そうそうですね。それじゃいつからでも経営者になっちゃったわけ。リン君辞めて何年。辞めて今4年目です。あ、まだそんなの。そうですね、はい。でも痩せちゃったもんな、また。いや、もうだから食べなくなりました。食べれなくなりましたね、今経営者になって。いや、お父さんからも譲り受けちゃったわけ。いや、まだ一応父親いますけど。会長かなんかでいんの。あ、一応まだ代表取締役は社長です、うんうん、けど、まあ、今ほとんどそのやってる業務まずは、うん、自分がまあパソコンやって、うん、申請だったりっていうのはの、いや、やりました。引退して一発目にそのまあ、父親はもう70だったんですよ、うん、で最初引退した時に正直どうしようかなって迷ったところが、うん、じゃあの自分はな、目標は野球できて、はい、芸人やり、やった。でやっぱりいろんなとこからやっぱオファーいただけるじゃないですか、うん、もうちょっとやりたい。でもまあ正直もう肩肘も限界だったんで、どうしようかなって思ってた時に、妻だったりその子供は、うん、まあやっぱ野球っていう選択肢をもうちょっと見せたいとかっていう思いもあったし、うんうんうん、僕もどうかなっていうところで、まあ父親からまあやってくれないかっていう話で、うんうんうん、なる。あれさ、やっぱりリン君がさ野球が好きだったんだろうな、その、そうですね、プレイヤーとしてやってること、はい、あの片岡康いるじゃん、康と話した時ね、やっぱり
奥さんのベッキーちゃんはね、はいはい、ものすごいヤスのね苦しんでる姿をね、うん、見てたみたい。指導者としての利益ならいいわ打った後なんだけど、指導者としてすっごい読み悩むのよ、うん、同じだよその教習所の教員と。そうですだから僕らも、まあ、いろんな人の引退の仕方ってやっぱ野球選手ってあるじゃないですか、うんうん、でまあ確かに僕じゃあ引退しました、父親の教習所みたいなそのメディアで、うんまあ、発表になりました、やっぱこういろいろ言われる部分ってやっぱありましたし、うん、そうなの、いいよなみたいな部分もやっぱあるじゃないですか。そういう人って運気下がるからそうそうそう、あ人のこと羨ましがってんのは、はい、いやだから今は本当に引退して、まあ、そこの教習所やって4年になって、それは親父はでもやってくれって思ってたでしょ、もうそうですね、いいだろうって。いやでもやっぱ一番なんでやったかっていうと、本当にすっごい久しぶりに父親の姿見た時に、うん、あれこんな弱ったかなって思ったんです。それまではやっぱりこうどちらかと言ったら怖い系なのお父さんって。怖くはないですけど、うん、やっぱりその自分の意見が正しいっていう、やっぱ経営者ですから、うんうん、そうだな、ブレちゃなできないからっていう感じだったんですけど、結構こうあれ息子からしてあちょっと弱くなったなって、まあまあ、もう70で、まあ、もちろんまだ頭といいますか、ね、経営の判断とかは、まあ、素晴らしいですけど、まあ、それがやっぱ一番で、他にやっぱり従業員の人がやっぱいますしっていうのがなんかこうあって、なくすわけにはいかないなっていうのが。ピンク長男なの。そうです、はい、だそれまでずっとやっぱり野球でなんとかとか。そりゃそうだわ。で正直その、まあ、指導者というかそれもやっぱり夢というか、やってみたかった、やってみたかったですね。ただまあそれがその姿見てやってみると、うん、って言った時に俺何にもできねえなと思って、うん、でもうすぐアビバ行ったっす。なんだアビバって。いやパソコン教室行ったっす。わかる。俺さ一軍のコーチクビになって、はいはい、クビになれそうなの渡辺監督が球団に頼んでくれて置いてもらった時、はい、編成やったの、はいはいはい、行ったパソコンパソコン教室行って、うん、それこそ先生でやっぱ野球好きな人がいて、うん、林さんですよね、うん、あそうですお願いしますみたいなところからどこまでできますか、何もできますみたいな電源難しいですあれこれどうやって使うんだちょっと恥ずかしかったですけど、あ、わかるわかる、とりあえずこれできないとっていうところで、うん、もうほんと、いやスマホならできんすけどねみたいなのからほんと始まったんで、1年目もよくわかんないところで1年も俺は楽天の二軍監督の時に iPad で文章入れるのもできなくて俺ガラケーだったから、ガラケーでメールを打って送ってコピーして貼り付けっての覚えたそういうことでしょ。だからそうそうそう、だからほんとコピー貼り付けなんて全然分かんなかったですからなんだそのコピーしてあれですけど、で結構あの引退した同い年の人って、まあ同い年だったり年下だったりっていう人で、うん、まあ球団に入る人とかいるじゃないですか。いるね。それこそ2月になってキャンプに挨拶行って、うんうん、でその夜とかに 3,4 人ぐらいでご飯食べた時も、あリング辞めた後、そうです、辞めて挨拶して、うん、でまあ裏方になった選手とかでどういう仕事してんのっていう、まあ、スコアラーとかスカウトとか、うんうん、もうパソコンできんのみたいな、いやいや僕あれですよブラインタッチできますよとか、いや今思えばそこの自慢だった野球界はみたいな、今は結構ねデータの結構すごいですけど、だからそこの自慢いらねえやっぱ野球選手って、まあもちろん野球にやっぱ集中してますから、そうだそうだ、ブラインドタッチしてる方がおかしいだろお前そのぐらいちゃんと投げろみたいなだからああそうなんだなと思いながら、まあ今なんとかまあパソコン使いこなしてやってます。使いこなしてんのなんとか。え従業員何人の。今は船橋中央で50、鎌ヶ谷で50。お前さ社会保険だけで大変なことになってな。めちゃくちゃ大変です。もう本当分かんなかったですからで本当に社労士初めての一本みたいな本と経理簿記3級とで僕あの一律船橋高校なんですけど、そこの普通科だったんですよ。でそれこそあの商業科があって、まあ、商業科はまあ簿記とかやってるんで、もうそれこそ学校行って、すいません教科書自分の学校行って、はい、母校に、はい、なんだよっつって、いやそれ簿記習わないとちょっと経理できないんでっつってまあその何しに来たんだって。そうだよな、ソフトを入れること自体も分かんないんだから、最初はパソコン使えないんだから、ね、はい、でパソコンパソコンのやり方はじゃあ分かった、うん、でもじゃ あの従業員の方からじゃあすいません、例えばじゃ今だったら年末調整の時期なんで、うん、はい、じゃあ年末調整お願いします、うん、ちょっと待ってくださいね
あ違うなみたいな。でもちょっとやっぱそういうの見せるとやっぱり従業員の人大丈夫かってなるんで、そうするとやっぱ家帰って速攻 YouTube 見てあ、こうやって申請やるんだへーってやりながら、わかるよ、ほんともう常に。だからたまに解説とかやらせてもらってるんですけど、もう家に帰って、あ、聞いた、ロッテ戦とかやってない？はい、やってます。これ聞いたことあ、リングやってたやつ。そうです。で、あの今 DeNA もそうですし、まあ、うん、今年ジャイアンツの2軍の試合とかもやらせてもらってるんですけど、うん、もうとにかくその家帰ってからその野球を見る、うん、が逆に言うとホッとする自分がいるみたいな。会社に行くともうやることいっぱいあるんですけど、やっぱ分かんないこともたくさんあるんで、うん、常にネットをこうやって調べながら、うん、これはこうやってやるんだみたいな。そうすると次大体じゃあ給料がの計算が始まって、そっちもやんなきゃいけないってなってきて、だいたい1日終わる頃にはもう目がもうなんかこうおかしいなみたいな感じになって、いやもう野球しかやってこなかった。いや、そうっす、はい。え、野球は何の影響でやったの？何人兄弟のリン君？